休戦時代が恋しい。気楽だったよね。気楽すぎて油断しまくって大勢吊るされちまっただろ。あれは子供たちを撃ち殺された仕返しでしょ。そうだけどよ、そのガキが襲ってきたんだ。しょうがねえだろ。だからって銃弾を浴びせなくても。そうしなきゃ仲間救えねえし。子供なのよ、罪はないでしょ。こっちのせいでもない。因果応報だよ。さあ、縁起でもねえけど、ここやけに静かじゃねえか。しっかり見張ってて。フェンスの向こうに行かないと。ビルの中通ってく。はあ、それで前回どうなったっけ。他にアイディアあるの。ない、ただのイチャモン。ドアが開かない。他の入り口探そう。ちょっとお手上げなんだけど。ケーブルあるぞ、登るの手伝え。マーニー、上見てきて。はいよ。引っかかってる。ほらよ、登れ。メル、アリスと待ってて。ドア開けられるかも。入れるか見てくる。オッケー、気をつけて。どう？スカーはいねえな。落ちたら死ぬぞ。ああ、だろうね。これでよし。よし、メル、入ったよ。ドア開けて。
よし、いいよ、急いで。してよ、マジ最悪。じゃあ妊娠しないようにね。努力してる。よし。開けとくから、行って。火山のお話。ごめん、メル。大丈夫か？うん、クランク壊れた。どうすんだ？アビー、見て。ハチだ。
マニー、そこで待ってて。屋上への道探すね。分かった。ねえ、一緒に来てよかった。あ、後でマニーにお礼しなきゃね。一緒に来てよかったよ。後で襲われたって知るのは嫌。ねえ、なんで私を避けるの？避けてないよ。ジャクソンの後一言も口聞いてないでしょ。私もあの日のことで動揺してたんだと思う。いくらなんでもむごいって。あれでも足りないくらい。でも加担したくなかったの。だよね、普通の神経じゃ無理。そうじゃなくて、あのハッチに向かおう。そうだね。アビー、手伝って。いいこと思いついた。さすが。よし、それじゃ行くよ。オッケー。いいことって？待って、何してんの？脱出しようとしてるの。頼むからゆっくりね。妊娠してると重心がね、低くなるんだ。ならいいんだけど。やった、見てなかったの？え？オッケー、ハッチに近づいた。賢い。オーウェンの船みたいだね。ハッチまで行ける足場がある。でもどうやってあそこに行こう。よし、行けそうね。やった。でどうすんの？
ロープはこっちにある。かなり高い。めまいひどいの？下を見ると特にね。いたいた。マニー、すぐ行く。オッケー。見て、愛しい基地がすぐそこに。車庫突っ切って行けるかも。とりあえず屋根降りない。だね。なんかあなたに怖いものがあるなんてびっくり。こう見えて怖いものだらけ。またまた。私手術なんて絶対無理だしさ。失敗するって思ってビビりそう。私がいつも平気だと思う？でも父さんはいつも一番の生徒だって言ってたけどね。そうなの？でもお父さんは当てにならないんじゃなかった？でしょ？